コマンドとは、1900年代初頭に活躍した、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。ベルモントステークスなどに勝ち、わずかな3区ながら、アメリカチャンピオンサイアーにもなった。コマンドは9007勝の優れたスピード馬で、父ドミノが残した数少ない3区の1頭である。2歳児は、すべて6ハロン戦を6戦して5勝、敗れたメートロンステークスは、 騎手の飲酒運転によるものであった。3歳児はベルモントステークス、カーターステークスに勝ったものの、ローレンスリアライゼーションステークスの競争中に発生した故障によって2着に敗れ、そのまま引退に追い込まれた。引退後はカースルトン牧場で種ボバとなったが、怪我をした足から破傷風を患い父と同じく要請した。 まだ7歳という若さであり、残したン区は4世代のわずか27頭しかいなかった。しかしこの中からコリン、ピーター・パン、ケルトラが活躍し、1907年にはアメリカチャンピオンサイヤーにまでなった。3区27頭中出走馬は19頭、そのうちカチウマは16頭、ステークスウィナーは10頭。驚異的な質の高さだった。 未出走のアルティマスもタネボバとして成功した。父兄は一時、ピーター・パン、アルティマスを通じ反映したが、それらは後に勢力を失う。タネボバとしてはそれほど成功できなかった、最強サンクコリンの父兄が現在に残っている。1956年、息子コリン、ピーター・パンと共に、アメリカ競馬伝道場に選出。コマンドは現在キャッスルトン牧場に眠っている。 ありがとうございます。